えー、それでは仙台原発、えー、鹿児島の仙台原発が、えー、新規制基準に合格をしたという、えー、ニュースがありましたで早ければ10月に再稼働するという、えー、報道もありましたでこれについてお話をしますでその新基準に合格をして再稼働するというとですね一般にはどういうふうに感じます まあ安全基準をクリアしたでその安全基準というのはまあおそらく3.11ぐらいのああいう地震がその仙,台に仙台原発鹿児島なんですけどねこのえ仙台原発を襲った時にまず大丈夫なんだろうというふうに思うかもしれませんが実は全く違います。 例えばですねあのどのぐらいの振動に耐え,耐えられるように作るべきかという数字をですね仙台原発に関して620ガルということが、えー、基準になったんですね新しい基準これをまあクリアしないといけないということなんですね、えー、ところがですね阪神大震災っていうのは800ガル以上なんですねあれ阪神えー、とじゃあ東日本東日本は3000なんですね どう思います阪神はまあかなり大きな地震というふうに、まあ、西日本では思ってますねでもあの東日本の,あの3000と比べたらまあうんと小さかったということになりますでところがそれよりももっと小さいんですね620という なんで3,000というレベルの地震でこう事故が起こ,起こったのに620というのを新基準にしてるのかっていうのはですね実はもう全部場所によっていろんな数字を使っているわけなんですねで仙台原発は現在の実力これまでの実力は400ガルだったんですねで400ガルを620にまあしましょうよまあ何らかの,その根拠はあるんですけどこれはですねその あのぐらい大きい地震が来たら全く役に立たないっていうのはもう明らかですね。で、そういうことを基準にしている、じゃあ、これは何の保証があるのということでですね、実は何の保証もないんです。というのは、その規制この規制値を決めた規制委員会ですね、あの田中委員長という方がおられるんですけど、その人の記者会見はこうなっています、この新規制基準というのは安全基準ではありません、安全を保障するものでもありません。そして これだけのものがあれば安全だということを規制委員会として言えるものでもありませんじゃあこれはどういうことですかというとこれはだから再稼働するときに認めた数字なんです意味わかります私はわかりませんというのはねこの数字を超えたらボタンを押してもいい再稼働してもいいということを決めたというのはこれ何の意味もないですね住民にとったら つまり、ううこのぐらいの想定された地震に耐えられるように、少なくとも阪神大震災とかですねあの東日本大震災というふうに、具体的にこういう地震が来たというのは全国民知ってますからね、それに耐えられるといえば、うん、まあいいかなというふうになります。ところがそれとははるかに低いんですよ、値が。で、それは何の意味もない、さらにですね電源が今、1系統しかない、1系統がしかなければ、1つがダメになったらあのストップしてしまうから、2系統にしましょう。 じゃあ2系統だったら大丈夫なんんですが何も保証ありませんだけど今今回はですね1系統2系統にしなさいという指示があるんですねそして免震灯を作りましょうつまりなる,なるべく揺れないような灯をあの作りましょうということなんですねそして、えー、とフィルターあのその汚染された空気が逃げないようにフィルターをつけましょうということが要点なんですでじゃあそれは今できたのかというとですねできてません 免震灯は来年とかですねフィルターは再来年とかですねまあそういうふうにじゃあこれ何の意味があるのっていや意味ないんですつまりこういうふうに決めただけのことなんです神にね620がある、えー、電源は 2K と、えー、そして免震灯を立てましょうフィルターを作りましょうそしてそれは今できてなくてもそれがやれるという方向が決まっておれば OK なんです意味わかります本当にひどいですねねここんなことが、ね 政治家ととととかこここううういいういが学者の中でね、通ってるということは信じられないですね。そしてさらにですね、今度ソフト面なんですけども 30km 圏に20万人以上住んでますのでこの人たちをで,できるだけ早く避難させるようにということを自治体に指示してるわけです。で自治体の方はですねそんなのねそのこの混乱の時に逃がすのには28時間かかりますよって言ってるんですね。 で、28時間かかるかもしれないけどその時の湾岸道路はですね、あの津波とか、えー、例えば台風とかですね、それで通れなくなるかもしれないそういう時はどうしたらいいんですかというふうに地方は今もう本当に困っているわけですね。ところがいやそれは地方で努力してください地域で努力してください要するに政府は基準を作るだけなんですということで本当に無責任な状況なんです。 でそれに対してすぐにです、ねえー、差し止め訴訟、まあ、どうなるか分か,分かりませんけどそんなことではその到底再稼働は認められないかということで裁判が始まりました。今こんな状況です